葉裏、ラ、子のオ群が見えるコウザキシダスピレニウムリトエンセは、茶線シダ科のシダ植物の一種。葉は細かく裂けて、ヒノキシダに似る。常緑性の多年生双本。根茎は短くて立つか、斜めに出て、輪片が多く、多くの葉を束に出す。輪片は、暗化色で、格子状、騎士型から線形で、先端は鋭く細く尖り、立ち上がるようにつく。 長さは3から6ミリメートルで、円には突起がある。洋平は長さ5から20センチメートル、扁平で緑色、基部には輪片がある。洋芯は2から4回浮上吹くように細かく分かれ、全体としては卵形から三角上長楕円型で、長さ10から18センチメートル。先端は1から4センチメートルばかりが細長く、飛び出し、この部分は単右上になっている。 各段階の列片の軸には翼があり、右辺や小右辺には短い柄がある。最先端の列片は非新型で、先端は尖っていることも丸くなっていることもあるが、円は滑らかで、長さ 3mm、幅は1から 1.5mm、脈は1本だけ入る。葉は全体に無毛、葉質は柔らかく、緑色。放の能群は列片に1個あり、長大円形。 包み幕は長さ2から4ミリメートルで宿ありする。法師のお軍の位置は列編に入る脈の前側であまり長くはならない。和名の由来は不明で、牧野は地名によると思われるが不明とし、津島の神崎を具体的に挙げている。本州では、房総半島、伊豆半島、東海地方、紀伊半島、淡路島、それに山口県、四国、九州、 琉球列島と伊豆諸島に知られる。国外では、チェジュ島、台湾、中国南部に分布する。木陰の岩の上や、時に地上に生える。山輪内から、時に道路脇にまで姿を見せる。同族の日の岸田へプロロンゲータムに似てはいるが、葉の裂け方や、で片の形から紛らわしいものではない。具体的には、この種では、葉先が細長く伸び出し、そこに、 不定目を生じるが、本種では、そのようなことがないこと、より養心が幅広いことなどが、区別点になる。また、日野岸田は、森林内に生え、本種のように道端にまで出現することは、まずない。なお、やはり同族でも、型や大きさは、随分異なる車しだえーライティとの間には、雑種の早ましだえー主古勤ができることが知られている。以下、記載は、主として、 岩月編、P146 田川 P150 巻野、岩月編著、P146 田川 P150 池畑 P59, 岩月編著、P141。ありがとうございます。